皆さんこんにちは、日本語の森の荻原健人です。今回はホニャララに決まっている、ホニャララキリの2つ見ていきます。それではまず1つ目、ホニャララに決まっている、この意味を見ていきます。これは自分の考えが絶対ホニャララだという時に使います。絶対こうだと思うよ、そういう時にホニャララに決まってるよっていう風に使います。それでは面白く説明します、どうぞ。2回目だぞ。すいません、あの人、怖いね。彼、売れずも負けたことないんだって。いや、でも、俺が勝つに決まってる。いやいや、彼が勝つに決まってるでしょう。やってみる?じゃあやって売れずもやります。準備はいいですか？準備はいいですか？こんなやろ。もし2個なんだけど。じゃあ準備してください。準備ですか？イエス。いいですか？はい、いる。始め。見てもらったと思うんですけれども、一つ一つ見ていきますよ。まず一番最初、俺が勝つに決まっている、これですね。勝つに決まっている、これはもう自分が勝つと信じている。こういう時にもう勝つ、絶対に俺が勝つだろう、勝つに決まってるよっていう風に使います。2つ目、彼が強いに決まっているよ。決まっているよ、ありますね。強い、絶対に彼の方が僕よりも強い、まあ、見るからに強そうでしたよね。強いだろうっていうふうに使います。で、最後3つ目は、これよく使いますよ、覚えておいてください。こうなるに決まってる。決まってるってこうなる、もうこれまとめて覚えましょう。こうなるに決まっている、何か自分が予測したことが起こった後、何かが起きた後にこうなるに決まってるって、こうなるに決まってるよっていう風に、ほら私が言ったこと合ってたでしょ、こうな風になったでしょっていう時に使います。はい、それでは2つ目、ほにゃらら切る見ていきますよ。切る、これ意味は完全にほにゃららした、もしくはすっかりほにゃららなったっていう意味と同じ意味です。それでは例文見ていきますよ。力を出し切ったので疲れ切った。さっき腕相撲しました。力を出し切ったのですっごく疲れ切っています。これ2つ、はい、ありますよ、2つ、出し切ったと疲れ切ったです。で、ほにゃらら切る、切ったの前に来る言葉、動詞はマス形です。なので出します、マスが切ったに変わります。疲れます、疲れ切ったに変わります。出し切ったですよ、これ。出し切った、もう完全に出しました、力を出し切った。で、こっちは疲れ切った。もう完全に疲れてしまった。同じ意味です。2つ目。東京にあるラーメン、
二郎ラーメンっていうんですけれども、二郎ラーメンは多すぎて食べきれなかった。これ切れなかった、食べきれるですね。食べる、食べますが食べきれる、食べきれないっていう風に変わります。もう全部食べることができなかった。最後三つ目いきますよ。あの T シャツもう売り切れたらしいよ。売り切れ、これよく使いますよ、よく使えます、覚えてください。売り切れ、これは商品が全部売れてしまってもうお店にない状態、お店にその商品がないことを売り切れっていうふうに言います。太りきったぞ。それでは2つ見てきましたよね。ホニャララに決まっているホニャララ切る、これどちらともよく使う表現なので皆さんしっかり覚えてください。以上です。